はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイジです。では今回は信長の野望、曹操戦国立志伝、小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、目的はあくまでも家康、徳川の打倒、東軍の打倒にはなるんですが、現在ですね、情勢としては、まず結城家に対して連合を組むという策を取っています。まあ、これによってですね、家康と開戦して万が一城を奪われそうになった時には朝廷の権威を使ってすぐに停戦に持ち込める。連合の標的になっている相手に対しては朝廷の権威を使っても停戦ができないので、徳川を追い詰めるという意味では電光石火の城攻めを行って城を取った後、敵が反撃に出てきた、家康が反撃に出てきたら停戦に持ち込むというのを繰り返しながら、徳川領を削っていければいいかなというふうに思っています。で、一方ですね、西側でいうと宇喜多が裏切りを行っているので、宇喜多討伐、これを行っていきたいというふうに思っています。宇喜多の最後の城はどうしても自分で落としたいので、ちょっとね、様子を見ながら進めていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。結城の武将ですが、結城の武将は削っていきましょう。何はともあれ、ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。ひたすらに浮田領の進行を行っていかなきゃいけないかなというところですからね。毛利隊が今どうだろう、これを見てると、下津城を都市にかかってますね。岡山城は少し硬そうかなという印象です。で、残されているのが和歌山城に洲本城、あと徳島あたりが残っているって感じですかね。伊沢城を含め。ではこれをちょっと順次落としにかかりますか。ここは九州の軍勢を用いて討伐隊を出していきましょう。九州の方もかなり軍勢の数は整っているので、九州から軍勢を繰り出していって、場合によってはこれをさらに畿内方面へ進めることも可能という状態ですね。四国のこの戦力は残しておきましょう。で、摂津丹波方面の部隊は少し温存しておきましょうね。で、肝心の信濃あたりなんですが、兵力の回復にまだまだ時間がかかりそうかな。なので今敵に攻められるとかなり厳しい状態になりますね。粕山城あたりまでは少し戦力が整ってきているものの、まだ1万規模の軍勢を動かせるのは3つ4つというところですね。なのでまずは浮田を完全に鎮圧して、浮田の兵、兵糧、金、鉄、木材、この辺りをすべて接収したいところですね。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。で、あとできることは全部やっておきたいので、投資ですね。主に投資、特に米系はもう全部やってるか。もうこの辺りもね、ほぼほぼ開発し尽くした感はあるんで、やることがないといえばないんですよね。こんなところに労力を使っていくのももったいないので、もったいないとは言っても、特にやることがないといえばないんですが、進めていっちゃいましょう。この城に42,000人、海津城10,700、これは徳川の軍勢ですね。今小諸城を攻められると厳しいので、ここは停戦もできる。石田に使えば停戦ができるか。石田使って停戦に持ち込みましょう一度ね。
石田が一番でかくなったので石田を使って停戦もできる状態になってるのか。これ結構大きくなりますね。で、小早川秀幸を使って工作は引き続き入れておきましょうね。でだ、これ同盟が切れると多分一気に今石田と沖田は同盟を結んでいる状態になっているんですが、ご覧の通りこれ同盟があと2ヶ月で切れますね。同盟が2ヶ月で切れたらどうなるんだろう。割とあっという間に滅びてきそうな気がするな。そしたら、まあ、九州からの軍勢をとりあえず待ちましょうか。我に続け。表情を始めます。先月の終始です。そしたら一旦ですね、浮田秀家含む明石武則の部隊を含めた、そうだな、ちょっと明石を攻めますか。先にちょっと目的を変えて、兵糧は十分にあるよね。承知いたしました。お任せください。表情を始めます。報告します。先月の終始です。報告します。岡山城の兵の数が1万か。この1万は大きすぎるな。任せよ。取り囲め。出陣する。9000の分軍が出てきたのでこれを一旦かわしたいですよね。間に合わないか。どうしようもないね。間に合わないとなると、できればそうだな、挟み撃ちにしたかったんですが、佃隊は逃がしたくないですよね。でもできればそうすると、報告します。佃隊を逃がさないための策なんですが、長船から大野晴房を出しましょう。これで岡山城の軍勢9000を、まあ1万かな、約1万を完全に無力化できますよね。表情を始めます。報告します。先月の終始です。報告します。佃隊かなり強いな。表情を、まあ、それも壊滅はもうじきできるかなというところまで来てるけど、佃隊は本当に強い。手ごわい。非常する。我らに勝てる敵はない。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。これは再び徳川の軍勢。いや徳川勢恐ろしいな。ここは早速和解を入れましょう。今浮田勢に集中したい。津軽が滅んだか。で、家康との停戦のために
朝廷を使ってしまったので朝廷に速攻で使者を送っておきましょう。忘れないうちに。カズージに任せておけば10ヶ月後で一旦はどうにかなるんだな。で、岡山城を取った後に残された宇喜田の、まあ、いわゆる城は3つですね。徳島、洲本、和歌山、この3つか。一気に6ヶ月の間に落としてしまいたい。というわけで軍を出しましょう。出陣する。まあ、順番は正直どうでもいいので、とにかく大軍を送って一気にひねり潰すという作戦に出ましょう。で、浮田を沈めてしまえば、戦力のすべてを対徳川戦線に回せるので、だいぶ形勢が良くなるはずと期待してます。出陣するぞ。敵を追い詰めるのだ。ご命令を報告します。報告します。先月の収支です。報告します。囲むのです。かしこまりました。はっ。お任せください。木村重成の軍が来たの回ってくれない。どういうことだ。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。逃げたければ逃げなさい。よし、和歌山落としたね。するか。和歌山落としたらその足で徳島城に入りましょう。兵糧が心もとない。そしたら焼き討ちだ。焼き討ち。城下に火を。まあ、本来ね、焼き討ちなんかしたくないんですけど、表情を始めます。報告します。これは仕方がない。先月の収支です。報告します。困りました。この武勇、天下に示す。騎乗する。任せよ。手柄を立てよ。反有機連合が終わったか。雄斎が死んだか。この雄斎の死もでかいな。奥平もまあ痛いですけど、雄斎の死は痛いですね。さあ、ではちょっとここで一旦戦略の見直しが必要ですよね。連合を組み直しましょう。連合の標的はもちろん有機で、名手は自ら名称を進めましょう。で、そうか、相変わらず石田は連合には誘えないか。毛利も誘えない。毛利も誘えない。しょうがないね。で、個別に同盟をそうすると結んでおかないとまずいですよね。同盟を同盟を結んである。連合に大谷を入る。庭も大丈夫。毛利とは遠戚。吉川とは同盟が残り5ヶ月か。
そうなると交渉をしておくか。婚姻を結んでおきましょう。吉川広家には茜ちゃんをもらいましょうか。であとそうだな、もうせっかくなんでバリバリにもう交渉で結びつけておきますか。できることすべてを。今だとそうか、毛利に関しては交渉をするとすれば破棄しかないもんね。なので吉川家と同盟が結べ、婚姻同盟が結べれば一旦は、なんとなく形は作れますね。よし、あとは前線の守りですね。であとは治療も与えておきましょう。竹永重門に、そしたら城を与えるか。いよいよ立ち。さてさて、そろそろ家康との同盟が切れますね。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。さて、石田家と縁戚ではなくなったと。なるほど。これは全くもって嬉しくない話なので。早速交渉に乗り出しましょう。そうか、名古屋城に人がいなくなったんだな。いやー、めちゃくちゃ数が来たね、ここに来て。さあ、そしたらいよいよなんとか守り抜かなきゃいけなくなってきたかな。会津、あとは上田、小諸、この辺りの守備ですね。兵は出してくれないか、どこも当てにならないな。本当に本当に当てにならないんで、そうすると自らで守りしかないわけだな。まず海津、上田、さらに小諸、ここに軍勢を集める必要がありますね。まずは清須から兵19200、数字、これをとりあえず上田城に入れましょう。
で名古屋から計18,000、これも上台計14,000、これも上台で海津城へ福島正則14,000、細川忠興3,000は小諸へ、で掛川の長谷川隊、これは海津へ、小早川秀明本隊13,400、これを小諸へ入れましょう。ここまでかな。まずはこれで一旦守備を固めましょうか。出陣するぞ。意外と邪魔くさいな、この金森家。敵が我が領内に向かっております。上田城に3,500か。いや、なかなか強烈だな。で石田とは同盟を24ヶ月結んだので問題ないでしょ。なんでその配下の金森家3,900、これ味方になったか。大丈夫だね。よし、承知いたしました。お任せください。さあここはもう完全にご命令を報告いたす。うまい具合に報告いたす。先月の収支です。報告いたす。敵をかわしながら強撃に持ち込んだりする以外に勝ち目はないな。兵の到着までまだ時間がかかるんで、ちょっと粘ってもらわないとまずいですね。いざ参ろう。でどうなる。なかなか情勢は厳しいな。ちょっとここで浮田戦線も確認しておきましょう。浮田戦線は城は落とせそうですね。全くどこも問題なく落とせそうです。あとは焼き打ちにかけて確実に落としましょうというところぐらいですかね。浮田戦線問題なしとなるとやっぱりこっちだな。対徳川だな。信濃一気に失陥する恐れがありますね。こんだけ軍勢が入ってきます。小諸城がとりあえず包囲されたか。ただまだ慌てる段階じゃないな。続け。承知いたしました。何、小諸城が落ちた。早いな、小諸城が落ちるのが。報告いたす。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたします。小諸城の失陥が早かったな。これ信濃を一気に失陥する可能性がありますね。信濃を一気に家康に奪われる可能性があります。冷静に言ってるけど結構なピンチだな。承知した。我らに撃てぬ敵はありません。戻ります。戻ります。我が方の城包囲されました。いやー、信濃を失うぞこれは。
田城内に敵が迫っております。我が方の城、そう、上田城も落としたか、落とされたか。深志城も落とされるな、これは。うーん、しょうがない。そしたら信濃を全部放棄しますか。信濃を放棄するしかない。んで、一旦甲斐に引き上げましょう。石田にやっぱり最前線に出てきてもらうしかない。せっかく苦労して取った信濃が一瞬にして徳川のものになっちゃいましたね。ご命令を報告いたす。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。城が取り囲まれました。まあ、深し海津は失っても仕方がないので、甲府城、中野城で敵を迎え撃ちましょう。なんとしても。我が方の城、包囲されました。我が方の城、包囲されました。お味方が捕らえられました。ご命令を報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。いや、家康の兵力やっぱりさすがのものがあるな。我が方の城奪われました。前田は石田家によって滅ぼされた。石田はそんなことしてたのか。いや、今やるべきは徳川への備えでしょう。そしたら回戦してもう一気に浮き田を落としますか。進め。まあ味方は25,000、敵は6,800。取り掛かります。行くぞ。しかもモグラ攻めを行ってるやつがいるな。見せてやろう。ここは引きます。これで決めます。オービス戦効かないんだよね、縄文越しには。見せてくれよ、この攻め。見切れまい。味方もそれなりに損傷してるね。やれ、縄文を破壊しました。これで終わりだな。
まあ、ただ城門越しに浮田秀英の軍勢削ってるんで、まあここは落とせそうですね。承知いたしました。かしこまりました。城門を破壊しました。我らが戦、とくとご覧あれ。敵城門、まあ一発目のモグラ攻めが効きましたね。ここはしまった。お任せください。でこのまま浮田を滅ぼしたんで、この先ですね、徳川との戦線の最前線に甲斐、中野、この2つの城が当てるので、石田がうまくね、対徳川戦線に復帰してくれれば再び盛り返しはできるかなとは思います。我らに勝てると思っているのか。敵将捕らえた。よし、ではカクカクみんな城に戻ってもらいましょう。いやかなりショックだったな。でもね、表彰を始めます。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。では治療を与えていってしまいましょう。竹中重川道家には今取ったいくつかの城を当てていきます。でさらに任命していきましょう。鍋島はここに城を入れて、駿府から何人か入れます。おっと、任命ができてないね。問題は石田と徳川が再びぶつかってくれるかどうかですね。始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。しばらくは平穏の時が流れるか。ただ確実に勢力を失いましたからね、信濃。まあ、その分、浮田を取ったというのはありますけど、まあ、三政家あたりを完全に掌握できたのは大きいですよね。まあ、それでもやっぱりこの尾張、三河、駿河、遠江、このあたりが少し手薄なのは事実なので、ここをね守っていくためには石田の力は必須ですからね。出陣します。これがどこに向けて出陣したんだ。春日山か。なるほど、ここは石田隊が春日山攻めに入っているわけだ。これはありがたいな。これで再び石田と徳川が先端を開いてくれれば、徳川の軍勢の大半が対石田勢にかかると、こちらが再び信濃を取り返す好機がやってくるはずですね。その時をちょっと伺い知りましょうか。
はい、というわけで今回は浮田を滅ぼすところまで進めました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きですね、プレイの方していきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。